よし、やるか。モンブランの助力を得てノックアップストリームを捉え、麦わらの一味は無事空島へ到達した。スカイピアと呼ばれるその国はゴッドエネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の民を常に監視しているという。一方エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り戻すためエネルに戦いを挑み続けていた。そんな状況下、スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受けることになるのだった。ちょっと待って、何これ、何なの。どこかへ連れてく気だ、俺たちを。見てみろ、大変だ、メリー号が連れて行かれちまうぞ。何さ、ロビンちゃん、これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる神官たちの手で裁かれるのだ。おい、あいつらどこに行ったんだ。やつらの行き先は生贄の祭壇。助けたければアッパーヤードで試練を受けるしかない。仲間を返してほしければ島に入ってきやがれと。まあでも神官ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃるのだ。うるせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。行くぞ、アッパーヤード。政界人が紛れ込んだか。好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今しかあるまい。いや、何やら騒がしくなってきたじゃないか。さあ行くか、アッパーヤード。仲間とメリーゴーを取り戻すぞ。神の試練なんか受けなきゃならねえんだ。とにかくお前らは俺の身の安全を最優先だ。どうしていい生贄はあれだけか。心配だわ、メリー号に戻らなきゃ。ルフィか、助かったぜ。メリー号へ戻るつもりが見つからなくてよ。悪いが俺も迷子だ。金進むぞ。試練を受けよう。我らの使命はアッパーヤードの一斉掃除。お前たちにもはや逃げ場はない。道が雲で塞がれてる。雲を消せれば近道ができそうなんだけどな。ここからは手分けして仲間を探そう。メリー号で落ち合おうぜ。無事だった。
方に急ぐわよ。試練試練ととやかく言うが、正直俺らには身に覚えのねえ話だが、受けよう空くんだりのクソ試練。なぜならか弱いレディ二人を守るのが俺の役目。つまりそうだ、これは恋の試練。別になんも怖いことなかったぞ。まあ、とにかく無事でよかった。どうした？神の住む島、アッパーヤード。この島、まさか。これ、見覚えあるでしょ？地上と同じものがここに。この島、もともと地上にあった島だもん。そう、ここは引き裂かれた島の片割れ。この島は、ジャヤなのよ。だけどよ、こんな島がどうやって。あの化け物海流しかないでしょう。馬鹿げた話かもしれないけど、かつて地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間空を飛んでたんだ。うわー、ありがとう神様。空島が黄金鏡だったなんて、これは私へのご褒美ね。なあおい、黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ノーランの日誌によると、そう、確かにあると書いてあった。それ鳴らしたらひし形のおっさんにも聞こえねえかな。聞こえるよな。よし、俺は金を探すぞ。莫大な黄金が私たちを待ってる。黄金鏡を探しろよ。黄金の、はい、名前は俺たちが引き受ける。
実は頭に入ってる。無理だね。島にとどまるなら、エネル同様に消すぞ。マスト直してやらねえと。何の音だ。船には誰もいねえはずだけどな。霧が深くてよく見えねえや。誰だ。メリー号が修繕されてる。ここに誰かがいたんだ。なあメリー、誰だったんだありゃ。貴重な遺跡に暴れる。うん。
り高きシャンドラの戦士、どんな敵だろうと膝を折りはしない。鳴らすんだ、邪魔すんじゃねえ。黙れ。あの鐘は大戦士カルガラの意志を継ぐ俺たちが鳴らしてこそ意味がある。貴様らに何の関係があるんだ。俺たちは神を名乗る者たちに奪われたこの島を取り戻し、あの鐘をシャンドラの火を灯さなきゃならねえ。大戦士カルガラは400年前の村を救った恩人のため黄金の鐘を鳴らそうとしていた。そうだ、同じ400年前、ある探検家が黄金鏡を見たと嘘をついた。世間は笑ったけれど、彼の子孫たちは彼の言葉を信じている。黄金の鐘を鳴らせば世界で黄金鏡を探し続けている彼らを空にあったと伝えられる。この麦わらの船長さんはそう考えている。素敵な理由じゃない、こんな状況なのでね。そいつの、その子孫の名はモンブラン・クリケット。ならば400年前の先祖の名はノーランドか。クソ麦わら、シャンドラの火を灯しに。お前、わかった、行こう。これならあの鉄雲を排除できる。シャンドラがあった場所は見当がついている。ついてこい。ドクロの右目と同じ場所、黄金があるとしてもそこかもしれないわね。任せておけ。うっかり手を出してしまったか。まあいい、生き残りを追い詰めてやろう。次の脱落者はお前か。なんだてめえは、俺は先を急いでるんだ。問答無用、排除するのみ。ロゴムの
金は？シャンドラの火はどこに？地図が示していた場所は確かにここなのに。政界の盗賊どもとシャンディアが手を組んで何を企んでいるのかと思えば、狙いはそれか。悩み多きこの世だ。子羊が何を望もうと構わんが、空に根付くこの国そのものが土台不自然な存在なのだ。土には土の、人には人の、神には神の帰るべき場所がある。そうだ、全ての人間をこの空から引きずり下ろしてやろう。そんなことをすれば黄金の金までも失ってしまう。あの金はあなただって欲しいもののはずよ。心配には及ばん。すでに金がある場所の目安はついている。このサバイバル、予想より生き残りが多くなったな。神が予想を外すことはできん。さて、誰が消えてくれる？お前が消えろ、不届き。私は神だぞ。何事も意のままにする。私の思う世界を作るのだ。バカ2億ボルトバーリー。いやついにこの箱舟の究極の機能への回路が開かれた。排出された雷雲はエネルギーを増幅させながらスカイピア全土を闇と共に包み込む。さあ、宴を始めようじゃないか。ママラガ、殴られちまうぞ。ルフィ、そいつの落雷を止めろ。邪魔をしようというのか。私は神だぞ。これ以上私の邪魔をするな。
マラガンは当たったはず。ギリギリで避けているとでも言うのか。俺の前では何もかもが無力。故に俺は神なのだ。エルトール。そうよ。少し考えればわかることだったのよ。ルフィに雷は効かない。ゴムだから。もしかしてルフィはエネルにとって世界でたった一人の天敵。なんだというのだ、貴様。ほら、ルフィ、海賊でゴム人間だ。雷なら効かねえ。カルナラ、シャンディアの戦いを見ていてくれ。環境は彼らそれなりの戦い方がある。やってみろ。我は神なり。なかなか絡みしや一匹ひねりつがせんわけがない。ディジェクト、ダモン。ダメだダメだとうるせえな。何と食わねえ神がどこにいるんだ。恐怖こそが神なのだ。これが覚悟だ。ディジェクト、島と共に。あんたの子孫に届くといいな。